はい、こんにちは。世田谷坂様のひろきとあっこです。はい、今日は、ツイート星野富弘さんということで、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけれども、シとエットね、の作家の星野富弘さんという方が先日お亡くなりになりまして、星野さんとは私ちょっとね、関係というかありますんで、その辺のことをちょっとお話ししたいかなと思っております。まず星野富弘さんですけれども、1946年に生まれ、群馬県で生まれました日本の詩人画家、国内画で花の詩画展が開かれている。自分で詩を書いて、その下に自分で挿絵も書くみたいなね。で、その詩と絵なんですけれども、星野富弘さんという方、20代の頃にもともと体育の教師だったんですけれども、その時にちょっと首の骨をね、折ってしまい、首から下が、全身こう麻痺というか動かなくなってしまった、それで、失意の中ですけれども、こう口で筆を加えて書いて、でその詩画展がかなり有名になって、全国的にもね、かなり有名な方だったんですけれども、実はですね、この方が、私というか私の両親、ちょっと関係ありまして、私住んでる水戸市で、何年前かな、40年近く前ぐらい、子供の時じゃん、子供の時、中学生、そのぐらいで、水戸市でその星野さんの花の詩画展を開催したと。その中の実行委員、うちの両親がやりまして、で、2000年代かな、水戸にね、京成百貨店というね、百貨店があるんですけれども、そこでのオープニングの時と、あと震災の時の2回にわたって、水戸市で花の詩画展、こちらもうちの両親が実行委員会として詩画展を開催いたしました。で、私もね、その星野さんの詩ね、詩の方はすごくちっちゃい頃から見てて、手足動かなくても口で書くなんてすごいなというね、割と普通のというか、誰しもが思う感想かな、だったんだけれども、で、私が大学生の頃かな、何回か私行ったことあるんですよ、星野さんのとこに。私っつうか、両親に連れられて、車椅子というかさ、ベッドに、ベッドみたいな車椅子に寝たきりの方だったんだけれども、すごいなんか元気。話はできる。話はできて、なんで面白い人、面白い話する人だったっていう印象になるかな。でもさ、体育教師だったわけだからさ、動くのが好きだったわけじゃん。体が資本だったわけじゃん。それがさ、逆に全くそれが使えなくなってしまったっていうのがさ、本当にゼロからのスタートでしょ。そっからね、いろいろ考えさせられるね。私が脳出血になって、急性期の時にね、ちょっと思うところがあって、星野さんはの本をちょっと読みたいと、急性期の病室の中で読みたいと、ちょっと親に頼んで、で、こういろいろ読んでたわけですよ。中途障害っていう点でも同じだし、体の自由がね、突然こう奪われたというか、なくなってしまったっていう点でも同じで、そこから自分に何ができるのかっていうのを常に問うて、で、星野さんの場合は詩画をね、書いたっていうのがすごく私印象に残ってて、私はその私ができることを、自分を発信しようって思ったきっかけが、その星野さんの本を改めて読んだからだったんですよ。それはどういうことが書いてある本だったの？この愛深き淵よりっていう星野さんの一番最初の本だったんだけども、その時は自伝だよね、ある意味ね。別に教えが書いてあるわけじゃなくて、大変だった。なんで自分、割と自分というかもうね、リハビリのために書いた絵だった。リハビリというかね。ちょっと書ければいいなぐらいの感じの絵だったんだけども、それがだんだんこう人を動かして、絵をまとめて、こう、詩画展をやったっていうのが、すごく大好評になったっていうぐらいのお話ですね。でね、やっぱりね、今ね、私こう YouTube やってますけれども、片目人。多分ね、私の原点ってね、そこにあると思うんだよね。体がさ、突然、ある日突然動かなくなって、もう何をしていいかわからないっていうようなね、そんな状態だったんだけれども、残ったね、この無事な方の、何かできることがあるだろうって思って、
私が一番その時動画得意だったから、うん、YouTube を始めたっていうのがそういう意味でね私の原点でありこの世界は逆さも原点であるかなってのにちょっと思って、うんうんうん、亡くなったっていうニュースを見てねいろいろねそういうことをね考えてしまったわけですよ、うんうん、ちょうど何日か前に本当にたまたま話してたとこなんだよね、うん、何の話だったか覚えてないんだけど、うん、で私はまあ存在は知ってたけど近況を知らなくて、うん、まだご存命なんだっていうと数日後だったよね、うん、本当にね、うん、確かに、うん、そうなのよね、うん、結構長生きし長生きだったと思うよ。だって20代で、うん、まあ損傷、うん、頸椎損傷だったかな、うん、して、うん、で何歳で亡くなったの？78歳だったかしら。じゃあもうどう考えても障害を持った人生の方が長い。長い、もう50年以上かな、うん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 、でやっぱ思ったのはこういう障害を持った体になってもさ、うん、何かできることがある、うん、でそれで人に何かをちょっと発表というかね発信することができる。それこそねあの星野さんの時代はリアルに絵を描くぐらいしかできなかったけれど、うん、今はさ SNS とか、うん、YouTube とか動画とかねそんな感じでこう体が不自由になっても発表できることっていっぱいあると思うんだよね、うん、それねあの特に発信することってあと我々より後の人、うん、後の世代っていうか、うん、どんどん受け継がれてくもんだと思うんで、うん、私もねこう、うん、改めて初心に帰って、うん、皆さんのためにあの元気が出るような動画を作っていきたいかなと思います。結構あの TwitterX でもさあの障害になってしまったみたいなさ、うん、でもう人生終わるみたいなさ、うん、あのまあ気持ちは分かるんだけどねそういうツイートばかりする人ってのがいて、うん、気持ちはね分からんでもないけどなんだろうどうせだったらあのみんなを元気にするようなツイートした方が多分自分のためにもいいかなって思う。まあ誰にもねそんなできるとは思わないけれどもそういうことをね少しでもね考えながら情報発信していくとあなたの人生もちょっと変わるかもよって説教臭くなっちゃうけど言いたいかなと思いました、うん、あの言霊って私結構信じてるから、うん、あのなんだろうなもうダメだって発し、うん、こう発する、うん、別にさ、うん、SNS じゃなかったとしてもね、うん、発してるとなんか自分でこうマインドコントロールしちゃうのがあるじゃん。ね、うんうん、その言葉によってさらに自分で思い込んで本当にダメになってしまうみたいなのとかあるから、うんうん大事ね何を発信するかっていうこと、ねうん、口にするかっていう、ね、そうそうそう、うん、我々もなんかさこう、まあ、最初本当に自分たちのためにやってたじゃん、うんうん、映像を出してさ、うん、でこんなコメントもらって、うん、元気出ますってコメントあったらさやっぱりちょっとこっちも嬉しくなって、うんうん、でこうなんだろういいスパイラルがあるじゃんこう、はいはい、性のスパイラルってね、うんうん、どうせだったらねそういうのをやっていきたいかなと思います。そういう意味で改めて気づかせてくれて私の原点であり目標の星野さんに改めて、お悔やみを申し上げます、うん、というわけで世界は逆さま星野富弘さんをツイートするでした。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。